皆さんこんにちは、ポロンのキャンプ略してポロキャンです。今回は小川製品が本当に〇〇な点について商品紹介とともにお伝えしたいと思います。私のプロフィールです。ご興味ありましたら見ていただけると幸いです。それでは小川製品って実際にどうなの、本当に〇〇って何なんだって思った方いらっしゃいませんか？その気持ち当然だと思います。ですので〇〇は何かもったいぶらずにお伝えしたいと思います。今の小川製品は本当に品質と機能、価格のバランスが絶妙であるということです。今回の動画では購入した8つの商品を紹介しながらお伝えします。参考となる内容になっていますので、気になった方は最後までご視聴よろしくお願いいたします。ポロンのキャンプでは今回のように皆さんのためになるような情報を発信していますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは1つ目の紹介です。ハイ&ローテーブルです。こちらはソロからデュオのメインテーブルとして使える3段階調整可能な折りたたみアルミテーブルです。そんなのよくあるアルミテーブルじゃないのポルキャンって思った方いらっしゃいませんか？確かに他のメーカーでも同じような機能があるものがたくさんあると思いますが、私が決定的に違うなと思った点がデザインです。アルミテーブルで木目という点だけでも他のアルミテーブルとは差別化できてはいるんですが、この木目かなりリアルなんです。別に本物の木じゃなくていい、むしろこっちの方がいいと思えるほどのクオリティ、塗装も簡単には剥げないような感じです。テーブルとしての安定感も全く問題ありません。高級アルミテーブルといっても過言ではないでしょう。値段は14,000円程度です。高いよポルキャンって思った方いらっしゃるかもしれません。ですが2万円以上のテーブルが多く存在する2021年現在、この使いやすさとこのクオリティを考えると決して高くはないと思います。収納袋がギリギリで入れづらいという欠点はありますが、持ち運びが簡単で手軽に設置できる万能おしゃれテーブル、さすが小川のテーブルって感じです。次に2つ目の紹介です。ハイ&ローコットワイドです。こちらの過去の動画でもお伝えしていますが、現状最強のコットです。張り具合が抜群であることはもちろん、ワイド設計なので寝返りを簡単に打てます。つまりコットの弱点である窮屈さを克服したコットなんです。それだけで十分性能なので、2段階調整ができる丈夫、どんなサイトにも合うシンプルデザイン、もはや突っ込みどころはありません。値段は2万円ちょっとと高めではありますが、これだけのクオリティを考えるとかなりお買い得です。寝心地を含めた実用性はヘリノックス超えと個人的には思っています。気になる点はコンパクトなコットの中では重く収納袋に入れづらいということです。ですがそんなことはさほど気にならないぐらい、デザイン機能性の良い最強のコットです。コットに悩んだらこちらのコットですよ。次に3つ目の紹介です。2アングルチェアとフットレストです。またこれ紹介するのポルキャンって思った方いらっしゃるのではないでしょうか。これらの過去の動画でもお伝えしていますので、しつこいって思われるのはしょうがないと思っています。ですが許してください。小川製品を語る上でこれは外せませんでした。理由はもちろん座り心地に関してはこれを超えたものに出会ったことがないからです。コンパクト軽量かつさらには小物入れまで付属しているという、もはや悪魔の所業です。値段も2つ合わせて2万円かからない程度なので、品質と機能性の優れた椅子として考えるとかなりお値打ちだと思っています。組み立てに手間がかかるという気になる点はありますが、ヘリノックス越えの座り心地、最強のコンパクトシェアといっても過言ではないでしょう。次に4つ目の紹介です。ローチェア2です。椅子に連発？味気ないよポルキャンって思われたのではないでしょうか。ですが同じチェアとはいえタイプが全然違うんです。先ほどの2アングルチェアはコンパクトチェアの最高峰となりますが、このローチェアはローチェアの常識を覆した革命的なチェアと言えるんです。座り心地のいいローチェアって何を想像しますか？カーミットチェアやスノーピークのローチェアを想像する方が多いかもしれません。ですが私は小川のローチェアを選びました。理由は肘掛けのないローチェアはいろいろとメリットがあると感じたからです。
肘掛けがないのでもちろん開放感は抜群です。しかも軽量コンパクトになります。それにもかかわらず妥協していない座り心地と耐久性、しかも今の時代のニーズに合わせた今回のカラー変更、素直に感嘆しました。さらに8000円を切るという値段、小川さんさすがですって感じです。座ってみないとなかなか想像できませんが、かなりの品質と機能性が高いローチャーです。次に5つ目の紹介です。キャンプギア、キャリーオールです。これ何って思った方多いのではないでしょうか。見た目はただの収納袋なんですが、幅85センチ、奥行き15センチ、高さ50センチなのでかなりの大きめのサイズです。公式では家族分の寝具やキッチンギアなどをまとめるのに最適と書かれていますが、本当にその通りです。デザインが良いのはもちろんですが、寝袋やラグなどの寝具を一箇所にまとめて収納できるのはかなり便利だなぁと感動しました。キャンプに行く前に寝具類を詰め込んで1回で積み込み終了、積み込みの往復が少なくなったのでとても負担が軽減しました。値段も5000円程度なので、小川製品として考えるとかなりお値打ちなのではないでしょうか。気になる点は開口部がマジックテープなので、ジップの方が開けやすかったなと思った点と、生地が防水素材なので換気が悪くずっと寝具を保管できないということです。ですが防水素材ということは雨に濡れても寝具を守ってくれるということなので、一長一短なのかなと思いました。デザインと実用性、品質も兼ね備えたキャンプギア、キャリーオール、一度試してみませんか。次に6つ目の紹介です。ステイシーです。こちらの過去の動画でもお伝えしていますので詳細は省きたいと思いますが、このテントやっぱり最強です。日差しが強い時はパネルを跳ね上げる、雨の日はインナーテントを外してのびのびと過ごす、寒い時は広いインナーテントの中でおこもりして過ごす、どんなシチュエーションでも対応できる万能テントです。しかもサイドファスナーはパネル開閉時に地面と接触しない構造になっているので、 A5 ランクの和牛ステーキに黒トリュフを乗せると同じ具行をしています。こんなに便利な機能を詰め込んだ挙句、小川の品質の高さ最強に決まってるだろうって思わず突っ込みたくなるようなテントです。値段は4万円台と決して安くはありませんが、有り余る機能性と、これもまた時代のニーズに合わせたカラー変更、もはや言うことはありません。次に7つ目の紹介です。テントキャリーオールです。この収納バッグも見たことないって思った方多いのではないでしょうか。私も今年知ったんですが、大型テントも収納できる大容量バッグです。私の場合ローベンスのテントの収納が苦手でこちらを購入しました。ソロキャンプ用のギアを全て入れることができ、リュックのように背負うことができるので持ち運ぶ手間が格段に楽になりました。先ほどのキャンプギア、キャリーオールとは違って、一番メッシュになっていて通気性が良いことや、ポケット付きなので小物が入れられること、クッション材が入っているのでかなり便利です。値段は1万円と高めではありますが、大型のテントを適当に収納できたり、ソロキャンプ道具を一式入れられる汎用性は今までにない発想でしたので、革命的なギア収納とも言えます。もちろん品質、デザインも兼ね備えているので、あなたはすごい小川さんとついつい言いたくなるような収納バッグです。テント収納で困っているソロキャンプ道具を一箇所にまとめたいと悩んでいる方には最強のバッグですよ。最後の紹介です。バークタフストーブ380アカネです。やっぱりそうですよね、ポロキャンって、私の動画を見ている方であればそう思うのは無理はないと思います。ですが当然のようにこちらは紹介します。なぜなら私が初めて購入した小川製品かつ絶対的な薪ストーブだからです。こちらの薪ストーブはこれらの過去の動画でも紹介していますが、マジでやばいです。二次燃焼構造でススが少ないのはもちろん、なんといっても4面窓の見応えに涙を流してしまいます。私は進歩製作所の薪ストーブを使用していますが、この光景を味わってしまったので、どちらをメインで使おうか未だ悩んでいます。どこをどう悩んでいるかどうかは今後の動画にてお伝えしたいと思っています。気になった方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。
脱線しましたが、本家のワークスタフストーブ380を4面窓にしてロゴをつけただけなのに、この変貌勘弁してくれよ小川さんって感じになります。寒い時期にワークスタフストーブ380あかね、焚き火とは違った至極の時間味わえますよ。今回の動画は以上となります。皆さんいかがであったでしょうか。小川製品は今のニーズに合わせた機能性、デザインを抑えながらも品質を保ち、価格を抑えたバランスの良いブランドということをご理解いただけたのではないでしょうか。今回の動画が皆さんのキャンプ道具購入の参考になれば幸いです。この動画が良かった、また見たいと思った方は高評価ボタンを呼びチャンネル登録よろしくお願いいたします。またツイッターやインスタグラム、TikTok でも皆さんのためになるような情報を発信しています。いろんなキャンプ情報を知りたい方はそちらのフォローおすすめします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは素晴らしいアウトドアライフを。